にちは、プロトリフチャンネルです。かわいい花でしょう、これ。吉祥草という名前がついています。人に聞いたんですけれども、この花がなんか咲くと縁起のいいことがあるというようですよ。かわいい薄いピンクの花が咲いています。直射日光よりは半日陰の場所、水は乾いたら、肥料は春と秋に観光性の肥料をやるぐらいで、どんどんと広がって育っていってくれます。足元のねじめやグラウンドカバーとしても使われているようです。